ここになんか用事。ええ、すぐそこの家よ。さあ、知らん。おったよ。三丁目の用意。そうよ。あなた、ここに。私、何度か。違うわね。だって、初めて見たのはよく。海野さんの家の窓に。違うわね。何べんも見たんだけん。そうそう、そげいう感じだわ。同時に浮かべて、どいいわよ。せーので、せー、沈め、私の、やった、あれ、若者、じいさんじゃない、年寄りはわしじゃって、サイン。それより、わ、お主はなし、何を照れとるんじゃ。ら、ここまで来て何もし待っちょってやけん。を一枚です。これが良縁占いの半紙です。良縁をお祈り。ここじゃ。あーは買ってきて、女は昔バカにするだないわい。もちろんじゃ。四方八方からご縁がありますように。お前さんより長く生きちょ。それじゃあ、一緒袖触れ合うも多少の、
私なんて30分も沈まんよ。おじさんすごいですね。きっと良縁に恵まれま。そうは違うぞ。どうせ早こと沈んだけ女図星というか分かりやすいやつじゃ。きっといい出会いがあるぞ。年寄りは大切。いらっしゃいませ。はい、普通のおみくじとこの中から引いてください。くじというのは運勢。真面目に励めと。すべての願いが叶うって言わ。めったに出らんのでしょ。すごい。100人に1人とか1ヶ月に1個しか出らん。写真を撮らす。猫マニアに、わしはここまでじゃ。いらっしゃいませ。お約束ですか？確認します。どうかしましたか？野津様、村上は席を外して、私どうして報道をやらせてくれないんですか。美咲くん、バラエティだって報道をやりたくてテレビ。そのうちね。それより松江氏、どうして私に頼む。生活相談課のメガネくんは高校の同級生だろ。そうですけど、彼は君に夢中なんだろ。同級生のよしみ、結婚するなら公務員は安定しと。そういうのせっ、また煙に巻く。そうですけど、私にな、もしかしてふみのずくんから連絡が。あなた、松江大場高校伝説、私のクラスメイトってこと。残念ね。そういいません。え、
びっちり。頭に来るけど、ここは冷静。そうか、あなたはマック。あなたに話すことはないわ。帰らないと。けご市民生活相談課は一旦表に出て。相談でしょう。メガネの噂。高校の周りをお前に関係。あれはお前が怪しい行動。引っ越しをしたから転入届を持ってきたんで、直接は教えてないけど、メガネをかけていたはずです。大場高校で教えるようになって私が個人情報をもらう。要件は何で。田中は席を。どういうご用件ですか。個人的。
会ったら驚く。最近髪が気づかないふりをしてくださいね。彼裏口の外で捨て猫の相談が多いんです。ここを出て右に行ったら、私に何か用ですかね。一匹もらってできないんですか。人間が責任を持って育て、あれ、猫たちが警戒しています。優しくしすぎると舐められるし、私に話して、そうです、費用くらいなら。だったらな、あなた、そうですか。そ、知りませんね。用事がないなら。もしかして、なんだ、金全然欲しくありま、もう来ない少女のお守りで、ありがとうございます。はい、すみません、明日にならない。
カルちゃん。あら、ケミカルちゃんは人見知り。そうよ、ありがとう。なん、私物どうしようか。そうかしら、ちょっとその、あら、このまた来たんです。このお守りじゃもらえるんです。何の話を聞きたいんですかね。早く僕早く僕だ誰ですか。テレビ局に知り合いはいませんよ。残念ながら何が書かれている？それは…何ですと？まさか彼女…旅館の新聞じゃないですか。私を…わかりましたよ。どうでしたかね？中学の同級生かもしれないじゃないですか。私が大場高校し、そういう名前の、もうあなたとは話したくありません。
早くぼ。あなたにそんな。あなたにそ。急に。何の根拠がある？あなたの探している詳細は？やめろ！ここは少しや。どうでしょう？残念ですね。私が。どうして私がこう。誰だって希望の仕事が役所が中心となり高齢者に何かあったら急。
言いません。プレゼントじゃないんです。でも私は恐れずどこへ行っても人気者になるタイプ。それで、そうです、私は、こんにちは。今日はクラスメイトのメガネ君について書きます。テストの成績は常にトップで、高校一の私のことをあの頃を思い出しますね。ちょっとわからないところがあるの。勉強教えてもらえるかな。もちろんいいですよ。数学なんだ。わあ、すごい勉強してますね。そんなことないよ。この方程式なんだけど。ああ、これは難しいですよね。 X を移動させるとこうなりますよね。ええ、そうだわ。ほとんどの問題はその応用で解けるはずです。田中くんすごい。やっぱり松江大場高校一の秀才だわ。はい。私と勉強した。文野彩という同級生は本当にいない。知りません。私は、では。個人情報だから。15年前の名簿は50音順になっています。女子は文野彩がいるとするとダメに決まっているでしょ。本物ですよ。嘘はついてます。調べている文野彩とは25年前の新聞記事です。あなたは誰かにからかわれたんですよね。ありません。何をしているんですか。名簿か、もう帰って
らっしゃい。あ、今日は大食いに挑戦したらどうですか。15年間やお代はいただきません。そうでや、仕事終わりに食べる甘いものは決まってやす。ぜ昨日はヘイ、指導様。兄ちゃん、どうげ、おもしえ。新宿はシジミの漁獲量が専門の展示館もあで、そうは噂じゃなて。違いやすね。20代それは三平は幽霊情報。違いやす、あそこには本当に出るんでやす。そうだ、これを相撲足腰の新事故失神と言われる新事故。相撲足腰の巣は鈴木、もはもろ、あは甘さぎ、死は白魚、子は恋、死はそういう。それは人探しの進展を。ひえーす、コンビニでやす。そうなら、ま、格安で食べも。兄ちゃん。店長。この兄ちゃんは。私は人を殺して梅雨が明けて松江は蒸し暑い日が続いています。そちらはどうですか。今日はクラスメイトのサルくんのことを書きます。サルくんは野球部の大黒柱。Thank you.
どうかしましたかね。一人でブツブツつぶやおげですか。ああ、20年以上やおげだね。ここは お腹を空かせた男ん子がおいでね。あげあげ。こないだはごめんなさい。この子15年前いとこが結婚した年だわ。盗難事件だね。3事件はないでね。しゃん物騒なあんた何をしろ。文通はないわね。なあだんけん、まあ失礼な驚きか。遊覧船白鳥号のキャプテンだわ。私がキャプテンだが。もう出航の時間。航行中は雑談しない。後にしてくれ。旅に来たなら。アリサちゃんでしょ。将来はきっと大丈夫。この子のお母さんもタレントしちゃった。あら、そうなの。クルーズはどうでしたか。これでいいんだよ。人が親しくなるには私に尋ねたいことがあった。あなたはよか。今流行りの。申し訳ないが。その情報は間違えているな。決勝は松江大場。試合は7対1で浜の川高校。初めてホームランボールを取ったんだ。記念だからサインまでして。気持ちのも。そういえば今年は大場高校が
投手で4番の松井一太郎という選手、彼のサインがもう今年の大場高校はすごいぞ。覚えてないの？あ、そうだ、思い出した。その1年、2年生が他校の生徒と喧嘩したんだよ。エースが利き腕の右腕を痛めながらも、ああ、おととい監督とおられた方、監督は体調を悪くして今日は、僕はあだ名で呼んだこともあだ名、僕が野球を続けられとるのは監督、僕飛行に走りそうになったことがあるんです。監督は野球より人の道を教えてくれます。一流の野球選手になる前に一流の人に。松井どうした？そのおじさん、監督の知り合いだ。そうです、そうでしたか。15年前の県大会で準優勝したメンバーです。でも監督はその話をするのを嫌がるが。それは松井なんか出張かや。監督はもともとピッチャーだったんだ。決勝戦も先発したけど。監督に決まってます。僕なんてまだまだです。いつか僕が決勝で勝って甲子園、15年前の決勝戦も先発は監督。それっておかしくないか。何がだ。監督の投げちょところ見たことないぞ。ああ、右で監督の尻。僕、監督が心配なんです。ああ、俺もだ。監督、悩みがあるようなんです。監督、誰もいない教室で考え込んどることがあるんです。昨日は珍しく酒、モンキーミックスっていうバナナ味のカクテルが好きらしいぞ。
監督は甲子園に行くまで禁酒すると言う。きっと事情があるんです。何ですか？はい、喜んで。話すことは、私は動物博士。私が卒業したのはどれも人間の学さあどうでしたかね。彼はヒーローなんかじゃありません。あ、いえ、彼は高2の春に暴力事件を起こしたんです。彼の暴力事件を先生に告発したのは、そこまでは知りませんよ。ただもう来ないでくどうし、お断りしよう。あれは私の楽、あのボールに代わる宝物があれば。それは本当か？交渉成立だ。昨日はすまなかったな。お前何をした。俺は者が生徒の周り、
手を滑らせた。その手紙にはどんなことが書いてある。お前ふざ、店で喧嘩するなよ。珍しい酒が入ったんだ。オルホだよ。友人の土産なんだ。俺はモンキーミックス。なんだって？静かに飲め。美しくなったんだ。石見地方に姫ヶ森の姫の伝承があってね。その話はもういいだろう。相当酔ってる。お兄さん、ちょっと話で、そういう態度だと怪我。いいけん、痛い目に遭わんとわからんかや。やめろバカ。うわ、やべ、猿だ。大丈夫かな。昔悪かったことがあってな、この辺りの不良に。おい、その前に、お前って食えないやつ。聞かせろって。何を。俺のこと本物の猿だと思ったんじゃないのか。渡辺という名字は多いからな。証拠でもあるのか。これお前、俺のフルネームを知らないだろ。らしい性格をしているね。15年前の県大会でホーム。ああそうだ、こうそういう名前の生徒はいない。知らないんだから。なんだよ。
あれは俺が悪いんだ。誰も恨んで。なんでなんて。俺が喧嘩したことで3年生はこうかもしれないな。何おちょく何が言いたい。余計な何が言い。余計な何が言いたい。あいつはそんな、その前に俺はあいつに喧嘩な、触れかけたんだ。不良たちが集まる。このままだといつか事件を起こす。俺のようになったらだ。ふざけるな。話は。蒸し暑い日が続いています。そちらはどうですか。俺のことを。違う。あの試合俺は活躍。俺は4番を打っていたけど本来は投手。高2の事件の時俺は右腕を序盤で大量失点して負けた。俺が知っているのはただの俺の高校野球の思い出はホームランじゃん。声援に後押しされて
お前はどう？ああ、不思議とあの年のことはその後に構成して必死に受験。それだけで十。それはちょっと待ってくれ。幽霊だよ。この手紙を書いたのは大場高校には文野綾の霊が住んでいるという。チンピラの次に幽霊に襲われる。あいつ何もなかったような顔で。おっと、喋りすぎ。日ごとに寒くなりますね。今日は松江で初めて雪が降りました。最近私は元気がありませんでした。しましたか？布団を片付けに部屋に出なくても。